卵の頃からお友達？生まれて生まれて生まれてウーボー、生まれて生まれて生まれてウーボー、生まれて生まれて生まれてウーボー、生まれてエマ。はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、生まれてウーボー。卵を温めると生まれてくる世界初のパートナーペット、それがウーモです。確かにね、これ卵になっててこうパキパキ割って生まれてくるらしいんですよね。で、セイキン TV ではこのウーモをじゃじゃん10匹同時に孵化させて育てたいと思います。このウーモなんですけど、もともとは卵の状態でここに入ってます。で、その卵を温めてあげるとウーモが自分で殻を割って出てくるらしいんですね。で、一緒に遊んであげるとどんどん成長してくれるということです。じゃあ早速ウーモを出してみましょう。これを外して、おお、卵が入ってる。はい、卵を取り出しました。で、このピンを抜くと目を覚ますらしいんですよ。おっ、あ、なんかちょっと光ってる。へえ。いやー、もう早速ね、ずっと喋ってるんですけど、まずはこれ生まれるまで卵を温めてあげて、傾けたりとか優しくさすったりノックしたりしてくださいってことなんですね。こういうことですね。傾けてみる。はあ、これさする。お、すごい反応する。はい、ということでね、今日は10匹ですよ。同時に行きます。すごい喋ってる。これよく見るとそれぞれ違う色に光ってるんですよ。色によって気分が違うみたいなんですけど、例えばピンクだと可愛がってほしいとか、赤だとイライラ、それから緑だと風邪ひいたよとかね、色々あるんですよ。あれ、これ青いのは怖がってんのかな。こういう場合は底を撫でる。さあ、しっかりね、こう手で温めながら、傾けたりしながらね、あとは撫でたり、ノックすると返してくれるらしいんですよ。やってみますよ。お、カンカンっていった。お、反応してる。10匹となると大変だな、これ。忙しい忙しい。あ、今なんかピロ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 なって、あーあーあああああ、あ、ほら、殻が割れてきました。おお、すごい、ついに来たか。よし、頑張れ。ほら、おーおーおーおおおウーモがなんかこう中でくる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 してるような感じがしますね。見えます？ここ、ほら、全体的にね、割れてきてるんですよ。ここほら、おーおーおお、ほら、おお、なんかちょっとくちばしが見えた。おお、いやー、だいぶ割れてきました。もうちょいかな。で、これ大体割ってくれたら手助けが必要ということで、僕がじゃあ助けましょう。そろそろいいんじゃない、これ。おお、出ました、ウーモ。君がウーモ。よーし、生まれました。いやー、羽がついてるんだね、こういう風に。こっちの紫の方はくちばしが青いですね。あ、こっちもなんか水色っぽいくちばしだね。よし、紫。おー、あー、紫生まれました。あー、次々に次々に出てきてますよ。よし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 、オッケーオッケー。君ももういいんじゃない。彼まだ頑張ってる。よし、いやー、無事10匹生まれましたよ。みんなおめでとう。このウーモなんですけど、卵から生まれるとベビー、キッズ、ジュニアと3段階で成長するようです。で、どうやったら成長するかっていうと、こうなんだろう、ご飯をあげたりとか可愛がってあげるとどんどん成長していくってことなんですね。で、10匹同時だと誰が何やってんのかよくわかんないと思うので、この子をちょっとね、中心に皆さんにお見せしていきたいと思います。置いとくと勝手に動いてきますね。で、これウーモどんどん目の色が変わるので、それで気分がわかるんですよ。まあ、目の色を見ながらお世話していくということですね。ちょっとご飯あげてみようか。あ、食べてる食べてる、今カレー食べてます。お、喜んでる。
風邪だねこれ。撫でたりしてさすってね、直しますよ。あ、鳴った。ハッピーバースデー歌いました。ってことは成長したわけですね。さっきベビーだったのがこれでキッズになったと思います。お、ちょっと喋る内容が変わったよ。これ成長してキッズになるとまたできることが増えるみたいですね。なんかおしゃべりの真似もできるみたいです。こんにちは。こんにちは。あ、声真似するんだね。 See you next time。 セイキン TV のセイキンです。結構しっかり喋るね。おーへい、鳴ってる鳴ってる、すげえ。ドラム音が鳴るんだけど、頭を叩くと音が鳴る。おお、動くね。お、2回叩くと下がるね、本当に。おお、どっか行っちゃうどっか行っちゃう。また鳴った。さあ、またハッピーバースデーが来たので、これでさらに成長しましてジュニアですね。あれ、風邪ですか？風邪ひいたよすぐ。さっきね、キッズの状態でもいくつかゲームができたんですけど、さらにゲームを覚えるようですね。よし。これ僕の勝ちっぽいですね。元気ですか？ヒヤホー。お腹空いてますか？眠いですか？出かけたい。トイレ行きたい。セイキン TV 好きですか？ヒカキン TV 好きですか？好きじゃないかも。赤くなったよ。はい、てな感じでね、10匹育ててます。10匹揃えるとすごいね。いやいやいや、忙しい忙しい。風邪ひいてんのこれ、大丈夫？これ怒ってる怒ってる怒ってる、よし、怒ってる怒ってる。あー、危ない危ない、こっち危ない危ない。あー、ピンクさん危ない、大丈夫。セイキン TV のセイキンですって言ってるよ。いや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 、あー、風邪かな、風邪の人がいる。いやー、もうね、かなり無謀な挑戦をしたんですけど、無事10匹生まれて育ってきてよかったです。このウーモなんですけど、大切にすればするほど、成長してくるので非常に可愛らしいです。ウーモの、詳細についてはこの動画の概要欄からチェックできるようにしておきます。ぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 See you next time。Keep your head up. どんな時もひたむきに